一心間に風雲が立ち込めてきた頃、陸軍の参謀次長川上総六を相手に啖呵を切った荒大佐がいる。後に近代海軍の父と呼ばれる山本門兵衛である。海軍の意見を聞かずに勝手な作戦を立てる陸軍に対して、陸軍だけで戦えるなら陸軍の工兵隊で日本と朝鮮の間に橋を架けたらうまくいくだろうと、陸海一体となって戦わなければならないと一同を唖然とさせた。その後、陸軍の参謀本部の中にあった海軍の軍営部を独立させ、陸主海従の組織を大きく改革させた。山本は特に制海権に基づく海軍戦略を重視し、海軍主要の目的は海上の権を制するにあり、と力説している。そして最後に日露戦争の最高指揮官として東郷平八郎を抜擢したことは、彼が卓越した人物眼の持ち主だったことを示す最大のエピソードと言える。日本海軍の近代化はこの山本の蛮勇があってこそ成り立った。山本を見てると、対英米戦争を前にしてかのような首相が日本にいたならと何度も空虚な妄想をしてしまう。